ウィン出身の元はアメリカンフットボール選手。ポジションはフルバック。NFL のダラスカウボーイズで1989年から1999年までプレーした。1993年、1994年とプロボールに選出された。第27回スーパーボール、第28回スーパーボール、第30回スーパーボールで優勝している。 ムースという愛称で親しまれた。ハイスクール時代の1984年にニューヨーク州西部の最優秀選手に選ばれた。また学業でも優れた成績を収め GPA は4.0であった。コーネル大学とシラキューズ大学から奨学金のオファーを受けた。彼はシラキューズ大学に進学した。大学入学後1年時はスペシャルチームで学んだ。 二年次に先発フルバックとなった。四年次の1988年にはランで1830ヤード、パスレシーブ46回の成績を上げて、オールアメリカン、ビッグイーストカンファレンスのオールスターに選出されて、1989年の NFL ドラフトの二巡目全体39番目で、ダラスカウボーイズに入団した。1991年から、 カウボーイズの先発フルバックとして起用されるようになり、エミット・スミスのリードブロッカーとして彼が NFL 通算リーディングラッシャーとなることに大きく貢献した。ランプレー回数よりもパスレシーブ回数の方が多く、1993年には50回のパスキャッチを果たした。首の故障で現役を引退した。パスレシーブ294回は、 カウボーイズの RB としては、歴代3位の数字である。2001年より、NFL オン、FOX の解説者を務めている。2002年10月27日に、エミット・スミスが、ウォルター・ペイトンの記録を抜き、NFL 歴代、リーディング・ラッシャーとなった試合では放送ブースから、テキサス・スタジアムのグランドに降りてきてスミスと共に、スタジアム内を回った。 2011年5月、マイケル・アービンに例えられることもあるが、そこの悪さの目立つデズ・ブライアントに対して苦言を呈した。愛称のムースは、カウボーイズのチームメイト、ベーブ・ローフェンバーグが名付けたもの。このニックネームはカウボーイズに限らず多くの NFL ファンに認知された。フルバックというポジションの特質上、ボールに触れる機会は少なかったが、彼がボールを持った時は、 ホームのテキサススタジアム全体でムールウスとなることが恒例であった。彼の母親がスタジアムで初観戦した際にその唸り声を息子に対するブーイングを勘違いし困惑したが、それがファンの愛情表現であることを知って喜んだとの逸話が残る。今日、名称にウーの発音がある選手が登場したり活躍したりすると、 試合会場全体でその選手の名前をうなる応援の先駆けであった。1989年から1997年まで149試合連続出場を果たしている。2010年8月、エミット・スミスは、プロフットボール電動入オイリスピーチの場で、トロイ・エイクマン、マイケル・アービン、ジミー・ジョンソン、ノーブ、ターナー、 ジェリー・ジョーンズ・カウ・ボーイズ・オーナーらに続き最後に、ジョンストンに対する感謝の念を強く述べた。スペシャルオリンピックスや子供のための元飢金などへの、チャリティー活動を行っている。ありがとうございます。